葉桜葉桜とは、桜の花が散り若かばが出始めた頃から新緑で、覆われた時期までの桜の木、またはその様を言う。葉桜や奈良に二日の泊り客、葉桜や人に知られぬ昼遊びのように夏の季語として用いられる。一般に観音、花見において、葉桜と呼ぶ時期は、満開の頃はワイウス公色一色であった桜が、花びらが散り始め、 同時に若葉が芽吹き始めて、新緑の葉の色が混ざり、遠目にくすんで見える頃から、桜の花びらがすべて落下し、めしべ、おしべが残って、樹木全体に赤みが残っている頃まで、あるいは樹木全体が新緑の葉でみずみずしく、艶を帯びた状態で覆われる頃までである。それ以降の時期で単に葉が茂っている状態の桜を、葉桜と呼ぶことはない。 桜の開花状態を示す指標の一部先、二部先と同様に葉桜では、葉と花の割合を示す言葉として、満開以降は前始め、六分葉桜、七分葉桜、八分葉桜、九分葉桜のように呼ぶ。以下の表は樹木における花と葉の割合による、主な呼び名の一覧である。木の樽に平たく重ねて入れた桜の葉は塩漬けされ、大葉付け、桜葉と呼ばれ。 食用として利用される。桜葉は、ほのかな香りを生かし、桜餅やアイスクリーム、クッキーなどに混ぜ、香りづけの材料として用いられる。和菓子の桜餅を包む食用の桜葉は、大島桜の葉を用い、静岡県鴨茂郡松崎町が、日本一の生産量で、全国需要の7割を占める。桜葉の香りの成分は、芳香族化合物のクマリンと呼ばれる。 精油成分に由来するもので生の葉ではあまり匂わないが塩漬けされることで香りが現れる。食用に大島桜が用いられる理由は他の桜に比べてクマリンが多いことによる。クマリンは他にトンカ豆またはトンカビーンから抽出され1876年に人工的に合成された。ありがとうございます。